下町駅から徒歩10分くらいで着くそこはフランスの雰囲気。買って帰ろう。たくさん。チェックイン前にまずは最上階でランチ。ポションホテルオリジナルシャンパンで乾杯。ロゼだけなのかわからないんですが、ピンクにこだわる徹底ぶり。前菜とメインとデザートのコースでサービスだったので、他にメニューがあるのかちょっとわかりません。これまたポションホテルオリジナルティーと一緒にデザートをいただきます。あ、マカロンある。わーい。イントネーションが京都の人のそれでめっちゃ京都を感じました。なんか忘れもしてへんかな。あ、チェックイン合わせるんだ。チェックインのロビーがめっちゃ可愛くてピンク好きにはたまりません。この奥は多分バーです。こちらでもマカロンをいただきました。わ、めっちゃ可愛いやん。お部屋までホテリエの方が案内してくれます。角部屋でラッキーでした。わーい、かわいい。おめでとう。誕生日おめでとうございます。タオルケーキは事前にホテルにお願いしました。バービーのお家にありそうな冷蔵庫の中は焼き菓子やケーキがいっぱいです。全部サービスでした。わー、これも全部食べていいんですか。やった大好き。ここから簡単なルームツアーのスタートです。めちゃめちゃ薄い紅茶。間違い取ってん。10年ぐらいずっと間違えこの紅茶の入れ物が可愛すぎて買って帰りたかったけど売ってなかったです。清掃とか起こさないでの札もめっちゃ可愛いです。全然全然、いつもありがとうって感じ。バスタブもとっても広くて可愛かったです。ありがとう。うん、いえいえ。はい、誕生日おめでとう。おめでとう。なんやかんやしてたら日が沈んだので、京都で話題のスポットへ。お庭が広くてとっても素敵でした。なんとこのホテルはもともと小学校だそうで、さすがに美しすぎる。じゃーん、この景色良すぎませんか。でもめちゃめちゃ寒かったです。時期によっては奥に見える五重の塔がライトアップされるみたい。乾杯。お誕生日おめでとう。2杯だけ飲んでご飯に向かうはずが、気づいたら結構頼んでた。タクシーで中まで入ったから分からなかったけど、ホテルの入り口もめっちゃ素敵。すき焼きを食べる予定でしたが、お腹いっぱいになってしまったので創作たこ焼き屋さんに行きました。
全然ちょっとじゃ上がったし嘘ばっかり。夜はお部屋のお菓子でパーティーを開催するから満腹ダメって決めてたのについ食べ過ぎました。翌朝は早く出なきゃいけなかったので手土産だけ買って帰宅しました。夜中はもちろんネットフリックスの脱出お一人様を見ながらお菓子パーティーをしたよ。